けど、この動画では、今後発売されるであろう、ソニーの α7-4 よりも、α7C を買った方がいい理由をお伝えします。はい、初めて僕の動画を見ている方は、おたまです。普段からおすすめのカメラや、旅行 Vlog をシェアしているアマチュアとなります。今日はですね、ソニーから来年発売されるはずなんですけど、まぁ、α7-4 よりも α7C を買った方がいいと個人的に思ったので、その理由を語っていきたいと思います。α7C を買った方がいい理由は全部で3つあります。1、軽量コンパクトは正義。2、暗所に強い万能な画素数。3、コスパの高いミドルレンジ。この3つの理由を順番に、説明していきたいと思います。1つ目の、軽量コンパクトは正義。これはですね、α7C の最も魅力的な特徴として、バッテリーと SD カード込みで 509g という超軽量かつ5軸5段のボディ内手ブレ補正を搭載しているフルサイズミラーレスであること。やっぱりですね、どんなにね、いいカメラでも撮らないと持っている意味ってないんですよ。もちろん、まあ、鑑賞用としてね、していただくのも、まあ、全然いいことではあると思うんですけど、やっぱりね、撮らないと意味がないと思います。で、少しね、出かけるときに、できれば、大きいカメラって持ち歩きたくないですよね。α7C なら、気軽に持ち歩けて、余分にレンズ一つ持っていこうとか、少し大きめのレンズつけてみようとか、まあ、そういった気にさせてくれるカメラなんですよ。二つ目。暗所に強い万能な画素数となります。α7C は2420万画素となっております。この画素数は撮影した写真を多少クロップしても、気にならない程度の画素数ですし、明るい環境では 6K から 4K にオーバーサンプリングというのをされているので、ハイライト、まあ、明るい環境とかのノイズも少なめになります。対照的にですね、暗所においても画素数が高すぎないおかげでノイズの少ない映像を比較的撮影しやすいと思います。3番目、コスパの高いミドルレンジ。一般的に20万円のカメラは高いと感じる方が多いと思います。僕もその一人でした。α7C はカメラボディ単体ですね。でも、最安18万円の価格なんですね。ただ僕はコスパがいいと思います。で、なぜそう思うかと言いますと、 α7C と競えるボディ内手ブレ補正を搭載した最小最軽量のフルサイズミラーレスカメラが存在しないんですよね。まあ、つまり競合がいないんですよ。まあ近しいものはいるんですけど、この全く同じ、性能で競合っていうのが現在はいないと思います。やはりね、唯一無二っていうのはですね、非常に大きなアドバンテージになるんですよ。で、やっぱりプロと同じフルサイズ画質を18万円で気軽に使えるなら僕は安いと思います。で、やっぱり手ブレ補正が搭載していると写真や動画にもね、かなり万能になってくるっていうところで、かついろんなねレンズを選べるこのソニーならではのね、このレンズラインナップがあるので、まあ、やっぱりそこは唯一無二なのかなと僕は現状では思っています。はい、ということで α7-4 よりも α7C がおすすめな理由を3つお話ししましたが、α7C ばかりね、褒めていても、ちょっと良くないなと思ったんで、α7-4 のいいところを、ちょっと考えてみます。5つかな ?5 つ。フォーカスブリージング補正機能、まあ、3300万画素、4K10 ビットの映像を、アクティブ手ブレ補正、あとは最新のカメラシステム。まあ、やっぱりこの5つはね、いいんじゃないかなと思います。まあ、理由は、まあ、パパッと話しちゃいますけど、まあ、やっぱアクティブ手ブレ補正は絶対あった方がいいです。
うん。絶対あった方が、やっぱりジンバルまではいかないけど、まあ、すごい滑らか、手持ちでも滑らかにやっぱ映像が撮れるので、これはあった方が絶対いい機能なんですよね。で、あと 4K10bit に関しては、もうこだわりがあるならですね、夕日とか、まあ、やっぱりこう、グラデーションが効いた色とかに関しては、非常にね、10bit って、色彩豊かなんで、まあ、これはね、こだわる人はやっぱり必須になってくるんじゃないかなと思います。で、やっぱ3300万画素はやっぱ写真撮る人ですよね。写真撮る人にとっては結構3300万画素って魅力的な方は多いんじゃないかなと思います。まあ動画でね、7K のオーバーサンプリングができるって言っても、まあ、別にそこまでいらないかなって気も、まあ、個人的にはするんですけどね。で、あとはフォーカスブリージングの補正機能。これはですね、今やってみますけど、こんな感じで画角が変わっているのわかりますかね。で、この画角が変わっているものを補正してくれるらしいんですよ。まあ事前にちょっとクロップされるんですけど。ただまあ大体フォーカスブリージング気にするときって、まあこういう固定の視点とかも多いので、まあ別に画角が少しクロップされるぐらいはいいのかなと思うので、これも結構魅力的な機能かなと思います。で、あとは最新のカメラシステムに関しては、僕が今使っている α7S3 と、まあ、ほぼ同じね、メニューシステムになると思うので、カメラシステムになると思うので、やっぱりそこはね、すごい魅力的かなというふうに思います。やっぱ使いやすいね。前のメニューシステムよりも。やっぱりこう、新しい方が、やっぱある程度ね、こう、洗練されているような感じがするので、そこはね、魅力に感じる点かなと思います。合計で5つでした。最後にですね、α7C と α7IV で、それぞれどんな方に向いているのかを話したいと思います。α7C が向いている人から話しますと、やっぱりフルサイズの画質を気軽に持ち歩きたくて、予算20万円で写真も動画も万能に撮影したい方、この方が α7C の購入に向いていると思います。対照的に α7IV が向いている人、この方はですね、すでにカメラを所有していて、ステップアップのために最新のカメラシステムを使いたい方、そして動画よりも写真をメインにされていて、固定視点での動画撮影が多く、4K スローモーションを多用されない方となります。いかがでしたでしょうか？もしこの動画を見てね、購入を迷っている方がいらっしゃれば、下のコメント欄でね、質問用のテンプレートをご用意しています。気軽に質問していただければと思います。もし動画が楽しめた方は高評価、他にもねたくさんカメラの動画を上げていますので、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。